始まる。いいよね。すごっ。うわ、なんとも言えない味わい深い。おじさん。あ？どこ来てますか？ごめん急に降りて。そういえば芸人の後輩がここで働いてるなっていう。これなんですか？思い出して。ここはね、八重瀬町の観光拠点施設だ。てかこの木すごくないですか？ガジュマル。いいよね。すごっ。鳥の巣があります。登らないでくださいだって。すごっ。どこにあんの？おじさん。はい。本題です。あ、そうそう。ハイビスカスパーティーっていう、女の子2人組のコンビがいるんだけど、はい、その1人のゆか、はい、ゆかちゃんが働いてんのよ、芸人しながら。今日いるんすか？知らん。なんでじゃあ来たん？ BS 吉本の生やってるじゃない、はいはいはい、その時に全国の住みます芸人とつながる時に、はいはい、たまにこうやってゆかと喋るんだけど、ゆかはここからいつも中継してくれる。あ、そうなんですね。そうそう、それを今思い出して偶然通ったから、ゆか行きましょう。顔出そうと。ハイビスカスパーティーのゆかいます。ゆかさんは役場あっちこっち行ってるか。あら、じゃあここで会えない。いなかったじゃないですか。めんごめんご。え、めんごめんご。全部使いますけど大丈夫いなかったな、はい、もうアホだな俺ら。いやいや、俺らってラーにするのやめてもらっていいですか？癒し系の後輩なのよ。あ、そうなんですか。うん。あ、おはようございます。はい、ゴリさん来てくれたんですか？嬉しい。八重瀬町紹介しますよ、メッソーレーみたいな。なんかもう全身の力が抜けるような喋り方する子なの。あ、そうなんですね。言うかって言って。ゴリさん、メインはこちらです。そう、なんてとこですか？吉田ザハ本店でございます。吉田ザハ本店、これ何屋さんですか？お惣菜屋さん、弁当屋さん。へえ。しかもはい、24。ジャックバーバー24。俺分かんないの、ジャックバーバー24時間営業。え、すごくない？この時代に。そう。え、っていうか、あ、続けてください。だから、はい、なんて言いかけたの今。いや、そのえ、なんかね、その渋谷のとか新宿のど真ん中で24時間営業やるのはまだ分かるんですけど、うん、需要があるってことよ。ここで？それだろ。夜中起きてる人も来れば、はい、もう朝早くからちょっと建設現場の仕事があるっていう人とかも、はいはいはい、結構ガテン系の人もいっぱい来る。ここ。ああ、そうなんですね。そう、もう揚げたての天ぷらだか、もうとんかつだなんだとかっていっぱいあるんだけど、はい、ここの人気なのがジューシーのおにぎりなの。うわ、2個入りのあのプラスチックのパックのやつを、はい、もうみんな4つとか5つとか1人で買っていく。え、そう、美味しいから。いや、ものすごい味が濃いとかそういうのじゃなくって、なんかね、やっぱり素朴でなんか、あ、止まらない味っていう感じ。へえ。俺もジューシー美味しいとこ探してて、はい、そしたらうちの3つ上の兄貴が、はい、その糸満の吉田はなんか美味しいって聞いたよって言うから、俺一人であのひらがなのベンツに乗って、はいはいはい、買いに来たの。アリ50匹と。そう、アリ50匹ゴリプラスアリウィズアリ50匹で、はいはい、で車内でアリ50匹が見守る中食べて、はい、おー、ここだったら紹介したいねってこと。ってことで来たんだけど、はい、曲取ってないのよ。そうっすね、ちょっと流れてきちゃったから。いいか、聞いてくる。俺本当っすか？待っててよ電話。え、このクーラー聞いた車の中で待ってていいんですか？だってお前外出た瞬間に、はい、一瞬で2リットルぐらい汗出るだろちょっと待ってて聞いてくる。いいんすか？聞いてくる。ありがとうございます。はいよ。どうでした？あー、ゴーリー、みんなで話してたわけよ、はい、そろそろゴーリー来ないかねって言って、そしたら本当に来ましたって言ったら、はい、あ、ちょっと待ってよ店長に聞こうね、うんうん、オッケーって行こうぜ。よし、ここ。へー、300円乗り弁。あ、そう、安いし、有名。見て、こんだけ具材入ってて470円。
これだと思ってるでしょ、でも、はあはあ、いいよいいよ、上げてってよ、上げてってよ、上げてって、そのままこっち来て、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 またこんだけあるから、なんでなんでの売れるから、こんだけ本当そう、ほら今、今、うん、俺がこの前来た時は、ジューシーとこのドラム、はあ、ドラムドラムドラム、これこれ、ドラムチキン、足、足、あ、そういうことですね。じゃあ、僕、これ、あ、何してるジューシーだろ、これ、これなんでだよ、なんで海苔巻きと稲荷なんで好きやかな、ジューシー、 あ、ジューシーだったらあったかい入れ方下手、下手なんですよ入れ方下手やん、臭いな電話の好きなかまぼこ、あとこれ、紹介したのが沖縄のそば、120円、基本的に沖縄では100円そばって言われてて、こういうお惣菜屋さん、お弁当屋さんってあちこちなんだよ、そこに絶対あるのが100円そば、だから出汁は自分でこれ、これ出汁ね、あ、入れて自分で入れんの、だからこういうおにぎりと100円そばを買って、まあ、これ今ちょっと120円だけど、つゆもんと一緒に食べるとかっていうのが普通沖縄、このチャンネルのゴリ沖縄ステッカーができたんですよ、あ、はい、これ、はい、お店のどっかいいところに貼っちゃまずいです、大丈夫です、大丈夫。お姉さん経験あるんで大丈夫。大丈夫。一緒で撮った。いいですか。いいですか。オッケー。あ、いいんじゃないですか。レジに貼っていいみたいな。本当に貼りますよ。絶対目立つんだけど。絶対お会計するもん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、写真お願いします。あ、もちろん。ありがとうございます。ジューシー買いました？ジューシーはいつも買ってます。いつも買ってます。はい、やっぱここのジューシー有名ですよ。ジューシーは最高に美味しいです。はい、チーズ。はい、OK です。ありがとうございます。ここどこですか？ここはグシチャン浜って言って、はい、私が撮った映画仙骨出たの一番ラストのシーン。骨を洗って出産するまでのシーン、なんかよくわかんないですけど、海外で賞を取ってゴリさんがむちゃニヤニヤしてた映画のことですよ、ね、ニヤニヤはしてたかもしれない。いや、あの映画ちょっと一個いいですか、フミタも見てよかったですみたいな、ゴリさんがお前なんで見てないんだよって俺多分7回ぐらい怒られました、ゴリさん。逆になんで見ないの。うまそうすぎる飯目の前に出されてもお前すぐ食うじゃん。何を言ってんの。食べましょう。お願いします。ジューシー食べようぜ。はい。え、なんで、何が、ここが仙骨の、はい、お墓のシーン、ここに、はい、美術さんが、はい、この岩とそっくりな発泡スチロールで作って、ここを入り口全部塞いでお墓っていう設定にして、でここの入り口を開けながら棺桶を出してくるっていうシーン。でここで骨を洗って、ここで三崎あめさんが陣痛を起こして、ここで出産するっていうシーン全部。あ、そうなんすね。ここだったんだ。誰かが石並べて何かやろうとしてる。なんかやった後じゃないですかこれ。うわあ。はい。油の甘い香り、ラードの。本州の炊き込みご飯とはちょっと違うんだよね。あ、そうなんすか、うん、俺はもう豚のラードが決めてないような気がする。なんとも言えない味わい深い。そんな変わんないでしょ。言ったな。声でかお前。食べたからもう食うな。すいません。今までこのチャンネルの中で紹介したジューシーだったら俺はここが一番おいしい。おお、いいんすか。はい、開いた。うわ、一口だけいただきます。一旦すいません、お先に。うまっ。おいしくない。いい絵で食ってんな。全コクコクって言うんですか。そうそう、だ多分なんか豚のラードのような気がするんだよな。ジューシー、デンマに岩に緑に、はい、青空。いいっすか。最高。本当っすか。コクあるけど意外とあっさりみたいな。うん、そう、そういうことよ。だからすごいインパクトあるってわけじゃないけど、やめられないうまさだね。はい。それなんすか、小林さん。次はチキンカツ。うわー、でかない。安かった。
ったよね、しかもね。ゴリさん顔ぐらいやん。でかちょうどいいですね。いただきます。衣が美味しい。へえ。中のチキンはね、さっぱりしてる。あ、そうなんですね。なんならささみっぽい感じのさっぱり感。でも衣が油吸ってるし、味付けてるから、うわ、ちょうどいい。え、こういうのって普通ソースつけるんですけど、いらない？うん、美味しい。あ、美味しい。ガテン系の人がよく来るって言ってたじゃん。はい。夜中も朝もそれぐらいガッツン欲しいわ。天ぷらの島、大島からまあ車で20分ぐらいですかね、吉田ザハ本店でジューシーおにぎり買いました。はい。デンマの笑顔を見ても分かる通り、はい、ここのジューシーは美味しいと思います。え、マジで僕いろんなおにぎり食べてきました、うん、コンビニからオリジンからちょっと高級なデパ地下から、いや1位っす。うまいよね。え、めちゃくちゃうまい。みんな3つ4つ買う理由分かった？分かります。だから僕も買えますもん。やっぱジューシーおにぎりだけ段ボール2箱に置いてあるんだよ。なんで？売れるから。まあそうですよね、うん、はい、だから食べてほしいし、案外揚げ物全部美味しいね。いや、美味しいです。そうそう、皆さんにはお見せしたチキンカツももうあれ十分、何もソースいらない。もう24時間やってますので、あー、ちょっとレンタカーでちょろっと行っちゃおうかな、南の方に行ったら吉田ザハ本店で食べてみてはいかがでしょうか。ということで、アジア。